はい、始まりましたダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のさやねです。よろしくお願いします。今回の動画は久々わかんない、オーディション結果発表です。ディズニーぶりかな。だからディズニーのオーディション落ちましたよね、動画を上げまして、あそこからねもういろんな励ましのコメント DM いただきます。皆さん本当にありがとうございます。ちょっとねなんか結構こう攻め入ったコメントをされる方ですかね。私の家族とか身内が見たらちょっとこうぐさぐさってなるやろうなみたいなコメントとか、すいません、ちょっと見送らせていただいたり、あとは YouTube 上でちょっと削除されちゃったりしてると思います。結構ねコメントは精査して載せるようにしてるので、ちょっとメンタル弱めなんでそこもご了承ください。ちょっとハッピーなねコメントの方は上げさせていただいております。というわけでですね、今回受けたオーディションなんですけれども、さやねはねちょっとディズニーオーディション落ちましたけども、諦めてません。挑戦することは諦めてません。なので次受けたオーディションっていうのがですね、海外のバックアップダンサーオーディションですね。でもう日本に来るんです、ブラックアイドピーズっていう海外の、4人グループなんですけど、1人ねファーギーさんがこう結婚出産を機に、辞めちゃったりっていう流れもあったりしたんですけど、その中のメンバーのねアップルさんがね今回横浜かな、12月に横浜パシフィコで行われるイベントに出るということで、今回ねブラックアイドピーズさんだけじゃなくて元21のね方とか、シェネルちゃんとかね、いろいろ出るんですよ。海外アーティストを呼んでイベントをやろうっていう中のダンサーですよね。日本で開催するイベントだから、日本のねダンサーを募集しようっていうことでね、オーディションが開催されておりました。私のこのダンサートークでもショート動画の方でねオーディションやってますよっていうのはショート動画で締め切りまで上げさせてもらってたと思います。なのでね受けた人ももしかしたらいたらぜひグッドボタン押してほしいんですけれども、私もセアネも受けました。ですいません、ちょっと今日私鼻炎がすごいひどい人で、あんまりねこう今日喉の調子がよろしくないんですけど、ちょっと聞き取りづらい声だったらすいません。一応マイクで今日は撮ってるので、あんまり大きな声って喋れないんですけど、ちょっとご了承くださいということで、ブラックアイドピーズのオーディションですね受けてきましたので、 LINE に結果が来ますっていうことだったんですね。それがね来ました。先週受けてきたんですけど、2曲オーディションがあったんですよ。1個はパピーナーメイパピーナー、分かる人は分かるよな、世代の人はなっていう結構アップテンポめの曲が People got it, people say結構ハートフルやけど、こうちょっと繊細なね歌詞の切ないバラードというか、こう流行ってた、ね、曲がありますよね。そのうちの、私はそのスローテンポのバラードの方の曲でオーディションを受けました。私も歌詞的にも曲的にもすごい好きな曲だったので受けさせていただきました。なんかね年齢層的にはねすごい幅広く多分ね応募条件であったと思うんですよ。下はね9歳から受けてもいいよっていうオーディションでした。だからキッズもいましたね。はい、キッズちゃんすごいこの曲合うんじゃないかなって思ってるんですけど、9歳の子から、年齢上限、上の年齢制限はありませんというオーディションだったので、私もねもちろん受けれるじゃんと思って受けてきました。はい、いたんでしょうか、私みたいなママダンサーはね、果たしてそのオーディション会場にいたんでしょうかね。ママ受けてたらぜひグッドボタンください。どんだけはぁ、では見ていきますかね。LINE が届いております、結果が。それでは開いていきたいと思います。ん？長い。おう。ん？再挑戦オーディション。再挑戦オーディション。昨日までにピックアップ合格の連絡が来なかった方、または先日のスタジオオンライン動画オーディションに参加できなかった方を対象に、今日から5日間限定再挑戦オーディションを行います。なぬ？ってことは昨日合格が来た子は来てるんですね。それには選ばれへんかったってことやな。一回落とされてるってことですね。で、もう一度再挑戦したい人は受けに来なよってことですね。参加方法、オンライン動画オーディション限定で動画、あ、なるほどね。
再提出していただきます。参加費再挑戦の方は1つにつき3,000円、前回の応募が完了していなかった方はそれぞれのアーティストごとの最初の参加費で応募を完了させてください。どういうこと？3,000円、最初の方は支払ってるから。そう、今回ね、有料オーディションだったんですよ。結構ね、そう、9800円のね、最初9800円を払って、それがワーク、3時からまあ5時ぐらいまであったから、3,4,5,6、まあ、3時間ぐらいのワークショップ最初レッスンがあって、その踊りでオーディションを交換するみたいなね感じだったんですけど、その料金が9,800円。これなかなかどうですか、高いですよね。どうですか、私結構オーディションを受けてる人なんですけど、ダンサーオーディションの相場って安くて1000円で、だいたい 2,000〜3,000円ぐらいの相場かなみたいな感じで私は受けたことがあります。でもそれがなんで払えたかって言ったら、レッスン代と変わらんかったからですよね。1,000円、2,000円、3,000円だと、まあ、レッスン代払ってるのと変わらんやんっていうね、お値段やったから、いつもこう 払ってたんですよ、その気持ちとして。だったら、あのレッスンに対してお金を払うんやったら、本番オーディションっていう一個の挑戦、ちょっと緊張する場にお金を払った方がいいじゃんっていう感覚で、その 2,000〜3,000円を出してたんですけど、ちょっと今回ね、このオーディション9,800円どないと思って、ちょっとね、やっぱ私も考えたんですよ。私一回海外のオーディションって、ジャネット・ジャクソンのね、バックダンサーオーディションをニューヨークで受けたことがあるんですよ。でもその時、私はそのジャネットのオーディションのためだけに行ってたわけじゃなくて、たまたま私3ヶ月だけアメリカにいたんですけど、1ヶ月半ロサンゼルス、1ヶ月半ニューヨークっていた、その1ヶ月半ニューヨークにいた、たまたまその期間にジャネット・ジャクソンのオーディションがしてたんですよ。ダンサーオーディションがしてて、たまたまニューヨークにいたから、メトロで行ける距離にオーディション会場があって、それを受けなあかんよねって受けに行ったわけですよ。ただね、そのやっぱジャネット・ジャクソンだから、世界中からもう上手なダンサーが受けに来てるわけですよ。言ったら、まあ、西海岸にでね踊ってる、そのロサンゼルスで練習してる子もわざわざその反対側のね、もう何時間もかけて、コーヒーかけて受けに来たりとかしてたわけですよ。ニューヨークまで日本から受けに来てる人もおったやろし、もっと遠い場所から受けに来てる人もいたやろうし、でそれでまあそのジャネットのためだけに、まあ1泊で来てるのか、まあ3泊4日でちょっとニューヨーク楽しんでから来てるのかわからないですけれども、とにかくそうやって、多分ね、私はたまたまメトロの代金ぐらい、交通費ぐらいでジャネットのオーディションが受けれたんですけど、やっぱりそのジャネットが大好きで受けに行こうって言って、やっぱわざわざね、その旅費を10万近く、日本からやったらもう10万以上しますよ、ニューヨークだったら、その飛行機代だけ、エア代だけでっていう、その10万以上の料金をかけて、じゃあオーディション受けに行こう、海外のダンサーのオーディション受けに行こうとかってやったら、やっぱ10万以上かかるわけじゃないですか。ってなった時に、海外のアーティストさんが日本で横浜に来て、行けるじゃないですか。行こうと思えば行ける距離に自分がいて、本番もリハーサルも行ける距離に自分がいて、でそれで9800円はどうなんだって考えたら、ねえ、わざわざ自分がロスに行ってブラックアイドピースのダンサーしたいですって言って行くのと、どっちが安いですか、どっちが高いですかみたいな話になりません？まあ、確約はされてないですけどね、オーディションなんで、あのふるいにかけられるわけですけど、いや、これこのチャンスどうなんみたいな、受けれるんやったら受けた方が良くない、まあ、あの安い値段ではないですけど、私はそうやって考えましたね。いや、これだってニューヨークにオーディション受けに行ったら10万以上するくないみたいな、っていう風に考えたら、あ、じゃあ受けようかなって、私はそういう考え方でしたね、受けましたね、だがしかし、昨日にもうピックアップされた子には連絡が来てるそうです。押しとるんかい押しとるやないかい。おいで、チャレンジしたい方はどうぞですね。なるほど、その再チャレンジするときにまた参加費がかかるわけですね。うまいことやるな。なるほど、ね、この主催してる会社さんがね、ものすごいこう規模とお金をかけてるイベントらしくてね、こうオーディション会場で言ってましたけど、結構な資金がかかってるので、結構その高いオーディション会費だけど、たくさん懐に入れてるわけじゃないと、もうほぼそのイベントのための
みんなへのチャンスとイベントを良くするためのことに、オーディション会場を抑えるとかそういうことにもお金をほぼ使ってるから、あの別にその僕の手元にたくさんその高いオーディション会費がたくさん残ってるわけじゃない、まあ、ほぼ使ってるみたいなのを言ってたので、今回オーディションの振り付け主催をしてくれたそのバーグさんっていう方がしてくださったんですけれども、あのインスタグラムね貼っときますけど、バーグさんのちょっとめっちゃ体育座りみたいにしてすいませんそのバーグさんのね、ちょっとこうなんで僕がこういうオーディションをしているのかっていうところの、僕自身がダンサーとして出てもいいところを、なぜ僕じゃなくて日本のダンサーの子たちに向けてこの場所でこの国でこういうことをやってるのかっていう背景なんかもね、オーディションでは喋ってくれたりねしてましたね。今まで受けたタイプのオーディションとは全然違うな。ミンジちゃんのオーディション受けようかどうかは正直迷ったんですよね。あの21だから K-POP はね、若い子の K-POP はちょっと疎いんですけど、やっぱりこうビッグバンとかの世代なので、あのソル君とか大好きなんですけど、まあ、ビッグバンとか21がやっぱ世代だから、まあ、知ってるんですよ。21は知ってるんですよね。だからこう振り付けもちょっとジャズファンクっぽくて、すごいかっこいいこうベンバサーみたいな振りだったんで、バーン、かっこいいなと思って見てたんですけど、どうしたらいいですか、コメント欄でください自分で決めろよ自分で決めろよ。でもなんかカラー的にレアイズダーラブだけ受けたんですけど、それはねなんかやっぱりこうね、冒頭でも話しましたけど、キッチちゃんがやっぱすごい合いそうなこう歌詞とか雰囲気だなっていうのは私も思いましたね。なんかオーディション会場でもバーグさんがキッズパートを作れたらいいなみたいなのをちらっと言ってたりしたんですけど、確かにキッズとか個性がこういろいろ生きるような踊り方ができる子がなんかすごいこう曲に合うなっていうのは私もね感じて、なるほどなと思ったんですよね。だからでその後バーグさんとかその会社がね DME だったかな、ね、後でそれも貼っときますね、インスタグラムのアカウント名を。 DME ワールドっていうね会社さんなんですけれども、この動画に上がってたのが、結構ねその21の方の振り付けがやっぱジャズファンク系だったので、そっちの方が多分自分のカラーにもしかしたら合ってたのかなとかね、後で振り返ったりもしたんですけどね、ちょっとね日付がちょっと別の予定とかぶってたのでちょっと受けれなかったんですけど、動画だったらねいつでも撮って出せるので、まあ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 迷いどころでございます。なんかこう落ちたなら落ちたで潔く落ちたで落ちた雰囲気の動画を撮りたかったんですけど落ちましたピエンっつって動画撮ろうかと思ったんですけど、なんかふわっと落ちたけどもう一回挑戦できるあーみたいな、なんだいそれはみたいな、ちょっと家計と考えつつやらないかな、ちょっとやらないかもしれない、ちょっとやることがねたくさんあるので、この一発で決まらなかったらちょっとなっていうのはありますけど、はい、というわけで今回の、オーディション結果報告動画でございました。今回ねバックダンサーオーディションということで、なんか層としては結構やっぱりこう若者が多そうに見えたかな。だって幅広いですよね、9歳からだとキッズも受けられるし、中学生、小中高、高校生、学生さんも受けられるし、まあ、チラッといたかな、私ぐらいの世代かちょっとお姉様っぽい人いたかなっていう雰囲気もしたけど、まあ少数派ですね。はい、やっぱそういう若者にチャンスっていう感じでね提供してくれた、オーディションだったのではないかなと思います。だってこれ受かった子すごいですよね、その若い年で、あの経歴にかけるわけですもんね。日本にいて海外アーティストのバックダンサーっていう経歴が増えるわけですから、すごいいいですよね。次はじゃあ何を挑戦していきますかっていうところで、なんか一応、ね、ディズニーの前回のディズニー の, あの結果報告動画でも言ってました、海外ディズニーを受けてみようかなってこうちらっとね話してたと思うんですよ。でちょっと確定はしてないですけど、一応そのパスポートをね、あの有効期限切れてたんで取りに行かなきゃっていう動画もね出してたと思うんですけど、あの一応パスポートをあの取りに行きました、はい、あのなので、まあ、いつでも海外には行けるようにはしときましたっていうところでパスポートを取りに行って、でその後あの一応こう海外ディズニーっていうものがどういうものなのかっていう、
一応私の中ではこうカリフォルニアディズニーなのか、まあ、香港中国だから香港ディズニー、上海ディズニーとかってあると思うんですけど、ちょっと今まだ下調べ中です。まあ、下調べっていうのはもちろんね、オーディションが開催されてるのかっていうところもそうですし、あとは実際もし受かったとしてどういう流れでじゃあ向こうに移住しなきゃいけないのかとか、あとはもし移住したところで、私はもうね、あの学生の皆さんとかね、一人身で自由に動けるダンサーの人とかとは違って、やっぱり家族があるので子供たちもいるので、やっぱりこうね、自分だけでは動けない、置いていけないですよね、子供たちを。だからもし海外にのオーディションに受かったってなったら子供たちと一緒に行くってなるので、その分やっぱり家賃だったりとか暮らしとか治安とかどういうものなのかだったりとか、いろいろちょっと下調べを今してます。実際に受かって移住したらどれぐらいのお金がかかってくるのかとか、子供たちのそういう学校とかどうなってくるのかっていうのとかをちょっと下調べしながらって言っても、結構ね、英語も中国語もできるわけじゃないので、もう訳しながら訳しながらですごいこう情報取りに行ってるんで、スローリーではあるんですけども、もしね、中国ってこういう物価だよ、こんな感じだよ、お家こういうところが安いよみたいな、子供ちゃん香港ディズニーだったらこのくらいの場所に行ったら子供ちゃんの学校とかもあるよとかね、もしなんか中国の治安とか場所とかね、こう詳しい方いらっしゃったら、ぜひ教えてください。あとカリフォルニアの方も子供ちゃん、まあ、日本人学校に行くとかそういう流れになるのがちょっとね詳しくないですけれども、ぜひね、子供育てるんだったらこのぐらいの、今物価の円安になってたりとかもすると思うので、やっぱすごいね、こう厳しい現実があったりすると思うんですね。だからいろんな問題をクリアしないとこう追えない環境があったりもするんだなっていうのも今ねこういろいろ知ってっているので、もしね詳しい方いらっしゃったらぜひぜひコメント欄とか、LINE 公式アカウントの方からぜひご連絡して教えていただけると嬉しいです。いるのかな、あれでも中国の視聴者いないかここで聞いたところで、まあ、行ったことある人とかね、もし住んでたことある人とか何か少しでも情報があれば、子供連れてでもね行ける国なのかっていうところでね、それそうだよね、いろんな全世界でみんな子育てしてるもんね、行けるのは行けると思うんだけどさ、ね、毎月出ていくチャリンチャリンのことだったりとかをちょっとね教えていただけると嬉しいと思います。なんかそういうのピースが揃った時に、あ、やっぱ挑戦できそうだな、やってみようかなっていうふうに思ったら、海外ディズニーの方も受けてみたいなと実はひっそり思っております。でもどうなんでしょうか、大人だったね、なんかさ、そういうことをチャリンチャリンとか何も考えずこうとりあえず突っ走ってたのにさ、10代20代あんまり考えずとりあえずフィーリングで行っちゃえみたいな、とりあえず行って、お金なかったら東京行ったら漫画喫茶泊まっとけみたいな感じでさ、若い時やってたのにさ、ねえ、やっぱこう守るものがねいるわけですから無茶はできないなって、私だけの問題じゃないので、ちょっとバランスを考えてできたらいいな、なんか思っております。誰かが言ってるけど夢を追ってお金いりますね。すいません、ちょっと今日声がねもうなんかおとなしい感じで喋っておりますけれども、万全になったらもっと元気よくはいはいはいって言ってね喋りたいと思います。本日は結果報告動画でございました。残念でしたけどね、また次回に向けて何かチャレンジしていけたらと思います。おばあちゃんになってもずっとダンスができたら嬉しいなと思っております。皆さんも何か挑戦しているものがあったらぜひぜひねコメント欄で教えてください。さよね、ハートボタン押しに行きます。頑張って挑戦していこうねっていうところで、頑張れる人は頑張って、でもちょっと辛くなった人はちょっと休める時は休んで、全然それでいいと思う。さよね、もうやっぱ家族の時間もすごい好きなので、そういうのとねこう様子を見ながらやっていきたいと思います。せやねでした。ほなな。